映像さんの会社パナソですかあの会社の調査員が書いたデータなので若干色眼鏡がかかっているのではないかとちょっと疑ってしまったんですけれども、えー、いわゆる経営者の意識格差が、えー、この企業の格差にこれから大きくまた拍車がかかると一日も早いテレワークの導入が求められるというようなことを言ってました。 え私はそのテレワークを導入しなければ、えー、格差が広がるっていうその理論はその数字から見るのはちょっと危険じゃないかというふうに思ってますえー、もちろん業種業態によってテレワークを入れた方がえー、働き方があ改善されるっていう場合はあると思いますがえー、テレワークが必ずしも えー、素晴らしい、えー、選択肢とは思えません。えー、時にお客様と膝を付け合わせて、えー、やり取りをして商談を取っていくということも、えー、テレワークと比べると、私なんかは圧倒的にそちらの方が、えー、強いと感じています、えー。いわゆる電子だけで、電子情報だけで、 え、契約を取るというのは、なかなか難しい。しかしながら、えー、人対人で勝負した場合には、これが圧倒的な確率で、勝因が上がる。そのように私の場合は、えー、私のビジネスではそのように、えー、そのような成果につながっています。で、私自身小さな会社で IT 系ですので、えー、テレワークというものは、 あ言ってみればトイレテレワークです、最初から最後までテレワークです。えー、ですんで、えー、特別なことではないと私なんかは思ってしまうので、それを一般の企業さんがあー方法論ありき、テレワークはやらねばならぬでやってしまうと、ちょっと危険な匂いがするなというふうに思います。 まあちょっと歩きながらですみません、私利滅裂になってますけれども、えー、そんなテレワークの導入の話でした、北海道は進んでない、20%以下、でも、えー、20%以下だから、えー、うちは導入しなきゃって焦る必要はない、それは、そのビジネスの、自分のビジネスの、えー、ビジネスモデルや、また、業態、業務体系で全然変わるということ、あと抱えている従業員の数や、えー、その、 どのように人を集めて仕事をなしているかというところでも違ってくるんじゃないかなというふうに思うわけですはいそれでは今日はここまでとしたいと思いますそれでは皆さんごきげんよう